それをね通り越してシースルーで、皆さんこんにちは、チェです。今日はこちら、はい、大好評のコスメ大掃除企画、化粧下地編いきたいと思います。気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。手に取ったものからいこうかな。まずはこちら、シューウェムラの UV アンダーベースムース CC ベージュ、どれが名前かな、この化粧下地ね、これはね、好きでした、去年かな、購入してその夏ぐらいだったと思うんだけども、そこから愛用して使ってました。でこれね、紹介した当初は良かったんだけども、それからちょっとして使ってみたら、なんかわかんないけどえらい私これ目にしみるようになっちゃって、これをつけると目周りをね避けても、やっぱりさ、なんかのタイミングでちょっと入っちゃったりするじゃない。そうするともうそこから涙が止まらないっていう風になってしまって、なんだろうね、なんかが合わないのかな。それがねちょっとね残念ですね。化粧下地としてはねとってもいいんですよね。毛穴を目立ちづらくしてくれるし、これはねベージュっていうカラーなんだけども、ちょっとねトーンアップしてくれる感じがして、こうピタッと密着して一日中ね保湿しながらその化粧崩れも守ってくれてる感じがして好きなんだけれども、あれかな、ガスタイプだからかな、わかんないんだけどね。なのでこれは残念ながらバイバイしようかなと思います。ほんで次、これはボビーブラウンのクリーム&フェイスベースっていうビタミン E が入っているベースですね。これはね自分自身にも使ってたんだけれども、お仕事に使ってた方が多かったですね。結構こっくりしたテクスチャーで保湿効果がすごく高いです。使ってるんだけどね全然減らないんですよね。でこれはね結構持つんだよね。2年一応持つことになってますね。仕事で使ってる時はこうスパチュラで取ったりしてるので、まあ大丈夫かなと思います。これもね結構いいです。気になってた方はぜひぜひね、装置できる時があったら試してみてください。香りもすごくねフレッシュな香り、乾燥さんに向いてるね。次、これはタルトのザ・シルクキャンバスってこう一世を風靡したプライマーですね。これはね友人からねいただいたの。友人がね合わないって言ってていただいたんだけども、確かに毛穴をね目立ちづらくしてくれる効果はあるんだけど、ちょっとね難しいです。こういう毛穴消しタイプのプライマーってそもそもなんだろう、ファンデーションとこうブレンドしたりするのが私はね難しいような気がしていて、その中でもちょっと難しいタイプかなっていう印象ですね。でこれはもともとねこういうちっちゃいディスク、1円玉みたいなディスクがついてきてこう取るんだけども、ちょっとそれがなくて手突っ込んだりしてしまって、使用期限もね6ヶ月で過ぎてしまっているので、これはねバイバイしようかなと思います。続きまして、アンブリオリスのモイスチャークリーム、保湿クリームですね。これもねよくメイクさんが持ってます。すごく保湿感が高くて、どんなスキンタイプの人でも使いやすい保湿剤なんじゃないかなと思います。でもねこれ最近使ってなくて、これ自身もね結構時間経ってしまっているんだけど、特に変わっていないと思うんだけれども、どうしようかな、ハンドクリームとして使おうかな。顔にはもう使わないです。一応ね1年持つっていう風になってますね。これもいい下地になると思います、乾燥肌さんね。それからポール&ジョーのモイスチャライジングファンデーションプライマーですね。これもね若い子を中心にすごく人気なプライマーなんじゃないでしょうか。出すとこんな感じでちょっとねオレンジピンクみたいなトーンアップ効果がありますね。それがいいのかもしれない。特にロングラスティングになるとかっていう感じはなくて、保湿感を与えてくれる下地ですね。あとちょっとツヤ感が出るかな。これもね購入してまだ間もないので取っておきます。はい、そしてこれシューウェムラのステージパフォーマーブロックブースターのカラーがねアイシーモーブっていうカラーです。こんな感じでちょっとね紫みがある下地なんですよね。なので透明感を出してくれます。こんな感じ、一気にトーンアップさせたいよっていう人には向いてますね。でもねこの紫とかブルーの下地って結構ねトリッキーで、こうなんだろう、闇雲にそのブルーとかパープルのトーンを塗ったからといってなんか顔色が
良くなるっていうわけでもないんですよね。なんか逆になんかちょっとグレーっぽく見えてしまう方もいるので、ちょっとね、あの紫トーンアップするんだってっていう風に飛びつくものでもないのかなって思ってますね。でもこのパープルは比較的使いやすいんじゃないかなと思います。これはまだ取っときます。そしてね、色補正系といえばドラッグストアから出てるセザンヌの皮脂テカリ防止下地、オレンジベージュとライトブルー、これ今持ってますね。ピンクのものはちょっともう使用期限が切れてしまったので処分してしまっていたんだけれども、私はねオレンジベージュが一番好きですね。このオレンジはすごく万能に顔の血色をトーンアップしてくれて綺麗なキャンバスを作れるのでいいと思います。で、言わずと知れたこの皮脂テカリ防止下地タイプはどれもね、お化粧をロングラスティングにしてくれるので、そういう点でもいいでしょ。うん。で、オレンジベージュに関しては保湿タイプでもあるので乾燥肌さんにとってもいいです。こっちのね、ライトブルーもそんなびっくりするほどブルーではないんだけれども、あの気持ちブルー感があって透明感をねアップしてくれるような感じですね。うん、そこまで色はつかないんだけれども、やっぱりねブルーのトーンっていうのは入ってきてる気がしますね。これはねまだ取っときます。あとこれメディアのラスティングベース化粧下地ですね。これもドラッグストアとかコンビニコスメの下地の中では大好きな下地です。これもちょっとねピンクベージュっていうようなカラーで顔色をねトーンアップしてくれるタイプです。あと化粧もロングラスティングにしてくれるので好きですね。ちょっとだけねカバー力もあって顔にねソフトフォーカスをかけたようにしてくれるので、うん、これがね私ドラッグストアとかの中では好きかな。それかセザンヌのオレンジベージュ、どっちか。これも取っときます。そしたら次はこれドモホルニクルの素肌ドレスクリーム、日中クリームですね。これはちょっとしたお出かけだったら全然これ単体でいけるんじゃないかなぐらいのカバー力と発色をする下地ですね。旅行とか行くときによくこれだけ持って行ってます。日中スキンケアもできるし UV から守ってくれるし、しかも、うん、お肌をきれいに見せてくれるっていうのでかなりこれもね気に入ってます。これも新しいので取っておきます。そしてこれはですね、ベアミネラルズのスキンロンジェビティ VT モイスチャライザーっていう保湿乳液と日焼け止め効果がある、まあ、下地なのかな、スキンケアの部門に入るのかな、うん、というものですね。これはねこの間送ってきていただいて、そこからねちょっと試してみてるんだけれども、印象としてはね、あの日焼け止めだなっていう感じです。まあ保湿乳液日焼け止めって書いてるからまあそうなんだけれども、とってもねなんかナチュラルな香りがする日焼け止めって言ったらいいかな、フレッシュなハーブとかグリーンの香りがしますね。まあこれをつけたからといって特になんかお化粧が長持ちするよとか毛穴を隠すよっていう効果はないものなんだけれども、 UV 対策は大事なのでこれはね引き続き使おうかなと思います。あとはカラーコレクティング編といったらこれですね。ドクタージャートっていうブランドから出てるシカペアタイガーグラスカラーコレクティングトリートメントです。これはね見てもらうと分かると思うけどグリーンの下地です。グリーンはね何に効くんだっけね皆さん。そうです、赤を消してくれる。なので赤みさん、鼻の横の赤みが目立つよとか全体的に赤ら顔だよっていう方はこうグリーンでねカラーコレクティングって言ってこう色補正をしてあげると顔色がニュートラルに持ってきやすくなって、その上からファンデーションを重ねると赤みが目立ちづらいっていう効果があるのね。こんな感じ、緑なんて言うんだろう、本当に真緑にはならないです。なんかシュレックみたいにはならないよ。なんだけどトーンをね変えてくれるというかそういうイメージかな。ちょっとね若干やっぱりねグリーンの感じがあるよね。薄いグリーンでほんの気持ち補正してくれるタイプなので使いやすい方なのかなとは思ってます。これは自分に使うっていうよりはお仕事に使うのかな、うん、でもお仕事のね赤み消す時もね私もコンシーラーで消しちゃうので、うん、もしなんか友人で困ってる人がいたら譲ろうかなっていう風に思ってます。ちなみにこれはねルックファンタスティックで購入できます。そしたら次、これはですねカバー FX から出てるウォータークラウドプライマーポリューション&ブルーライトディフェンスっていう
プライマーなんだけれども、こういうねブルーのジェルっぽいプライマーです。つけ心地としてはなんか本当にジェルっていう感じ、特に色補正をしてくれるわけでもなくて SPF 効果もないんだけれども、すごく感じるのね、保湿感っていうのを感じるプライマーですね。で、あと見えない効果なんだけれども、大気汚染とブルーライトから守ってくれるっていうので、そういうのが気になる人はいいのかなっていう感じです。特にこれをつけたからといってロングラスティングになったなっていう印象はないですね。これもちょっと時間経ってしまっていて使ってないので処分しようかなと思います。そしてこれ、カバーマークのモイスチュアクリアベースですね。これもね、保湿感が高い化粧下地です。私はこれはカバーマークの商品と合わせて使うの好きですね。その他のブランドの商品とも特にね相性が悪いっていうものは今までないので、すごくね万能な化粧下地だと思います。ちょっとだけねオレンジベージュっぽい効果があるんだけれども、主に保湿を期待できるっていう感じかな。なので冬に活躍してくれるプライマーです。これもねまだ新しいものなので取っておきます。はい、次、これはランコムの UV エクスペールトーンアップローズ日焼け止め用乳液メイクアップベースです。これはなんで購入したかというと、ベスコス1位の下地で検証したんだと思うんですよね。で、感想としてはまずちょっとなんかちょっとこの蓋とこれ開けづらいなっていうふうに思ったのと、カラーとしてはローズベージュという感じで、使いやすいのかなっていうふうに思いつつなんだけど、ランコムの商品なのでやっぱりねこのフレグランス効果がね高いんですよね。なので香りが入っているものが苦手だよっていう人は使いづらいものなのかなっていうふうに思います。トーンアップはしてくれるけど、だとしたらなんかメディアとかセザンヌとかでいいかなっていうふうに私は思っている、思ってしまったという経緯があります使ってないのでバイバイしようかなと思います。それからメイクアップフォーエバーの UV プライムですね。これは主に日焼け止め効果を期待するプライマーなんだけれども、保湿感も高い日焼け止めだと思っていただいていいと思います。結構ねトーンアップ効果も高いのでトーンアップしたい人におすすめ。ただ日焼け止めのちょっとね白くなる感じ、トーンアップ効果が好きじゃないよっていう方もいるので、そういう方にはねちょっと向いてないかな。これも新しいので取っておきます。あとメイクアップフォーエバーといえばこれですね、ウルトラ HD スキンブースターメイクアップベースです。これは本当になんか色を変えてくれるとか毛穴を隠すとかそういうものではなくて、お化粧前のお肌のコンディションを整えるプライマーと思っていただければいいと思います。そういう意味ではねとってもいいです。乾燥から守ってくれるし、ベースをね綺麗にしてくれるっていうのはねとってもお化粧には大事なことなので、乾燥肌さんとか午後からこう乾燥によるね化粧崩れが気になるよっていう方におすすめですね。私が思った印象としてはこう化粧直しをする時にもいいなと思ってました。すごくね保湿感を足してくれるので、ちょっとこうオイルを取った後にこうなじませてあげて、その上からパウダーファンデーションとかで直してあげるとすごくね綺麗に直せるなっていう印象です。これも取っておきます。メイクアップフォーエバーまだあるね。スキンイコライザー2番のこの毛穴を補正してくれるタイプ、これもね毛穴綺麗に直してくれるので取っておきます。あと毛穴シリーズといえばこれですね、前にスポンサー動画で紹介した、黒竜堂のポアカバー毛穴用化粧下地、これはね本当にリーズナブルな値段で綺麗に毛穴を補正してくれる下地で、特にねテクニックもいらないと思うのですごいおすすめです。毛穴気にしてる人、毛穴消してくれる下地結構乾燥することも多いと思うんだけれども、これはねすごい保湿感もあってとってもいいですね。 もっとねなんか評価されてもいいんじゃないかなって思っている毛穴用下地です。これも取っときます。あとねちょっと毛穴がつながってるから毛穴でいこうかな。これは The Ordinary のハイスプレタビリティフルイドプライマーです。これはこの毛穴がなくなる系では一番ライトな
プライマーって言ったらいいかな。ジオーディナリーの商品って結構ナチュラル志向のものだと思うので、そういったナチュラル志向の中でも毛穴消しにこだわりたいよっていう人はおすすめですね。すごくねスムーズに、なんかオイルなのかなと思いきや、あシリコンなのかな、オイル、あっはって思ってるうちにちょっと肌がねスムーズになる感じがする。すごくね不思議なプライマーですね。これもね使いやすい方だと思います。あとはねナチュラル系で毛穴消し、あなんかあったな、あこれだ、ナチュラグラッセのスキンバランシングベース、メイクアップベースですね。これも気持ち肌をねスムーズに見せてくれるプライマーですね。うん、ナチュラル系で探してる方はこれもおすすめです。ナチュラル系のお化粧品ってどうしても化粧崩れしやすいもの多かったりすると思うんだけれども、私はねこのナチュラルグラッセのベースを仕込んであげるとナチュラルグラッセのファンデーションもロングラスティングになるので、これはナチュラル志向の方おすすめです。これも取っときます。あとはこれですね、絹白しっとり下地、これは石沢研究所っていう、水おしろいをやってるところから出てる化粧下地、これもねもうちょっと評価されてもいいと思う。すごく本当に絹白しっとりっていうだけあって保湿感が高い下地です。なのにこれ夏に塗ってもロングラスティングにしてくれるから好きなんですよね。うん、保湿感がすごく高くて、まあ、若干ねツヤ感が出たりもするんだけども、何よりねロングラスティングにしてくれる感じが好きですね。特に毛穴がなくなるわけじゃないんだけども、ちょっとだけねスムーズにしてくれる感じもあって、これは本当に好き。これはねまだ新しいので取っておきます。はい、あとこれもう入ってないんだけれども、ソフィーナプリマビスタの皮脂崩れ防止化粧下地です。これはもう言わずと知れたロングラスティングにしてくれる化粧下地だと思います。うん、これもねもう去年ので入ってないので今年の購入しようかなって思います。うん、これも大好きですね。あとこれはねちょっと新入りですね、インテグレートグレーシーのトーンアップベース、これはピンクの下地なんだけれどもちょっとね青みがあって透明感のアップが高い下地だと思います。なのでドラッグストアのピンク下地の中でちょっとね青みが欲しいんだよなっていう風に思ってる方いたら、このねインテグレートグレーシーの顔色アップベース、これおすすめですね。ただし若干アルコール臭がするのでそれだけ気をつけていただければいいかと思います。これも取っときます。あとはツヤ系の化粧下地といえば、私この2大ツヤ系化粧下地なんだけれども、一つはマックのストロボクリーム、私はねピーチライトっていうカラーを使ってます。これは本当にツヤ感というツヤが出る、でもね若干ちょっとグリッターっぽいものが入っているので、それでね毛穴が気になるよっていう人には向いてない。何もそういうねペカペカグリッターとかが入ってない方がいいよっていう方はこれナチュラグラッセのメイクアップクリーム N、 私はね2番のナチュラルベージュっていうカラーが好きなんだけれども、これは本当にツヤの王様みたいな下地です。若干ねベージュっぽいトーンがついていて、これを伸ばしてあげると綺麗なツヤが出ます。これはね上からファンデーションを重ねてもそれをね通り越してシースルーで輝いてくれるようなすごくね綺麗なツヤが出ます。なんだけどねこれだけでロングラスティングになったりしないので、化粧崩れが気になる方はロングラスティングのベースを塗ってその上にツヤこれをつけてツヤを出してファンデーションっていう風にしてあげるとツヤを生かしたロングラスティングなメイクができるかなと思います。これはね私が知ってる中のツヤの王様だと思っている。そしてこれ最後、これはねまだちょっと開けてないやつなんだけれども、シェルクルールナージュポーのファインベース UV です。私ねこれ、ファンデーション部門に入れようか化粧下地部門に入れようかちょっといろいろ迷っていて、ファンデーションにも入れたんだけども、一応化粧下地なので化粧下地としても紹介しようと思います。中身はこんな感じですね。本当にこれ一本でナチュラルメイクは仕上がるし、何よりロングラスティング、それがね一番嬉しいかなと思います。
こう若干ねベージュっぽいカラーで、私のスキントーンだと問題なくこれ1本でね、あのベースメイクができるよっていうようなプライマーですね。ちょっと私より白目の方でもダークな方でも使えたので、うん、すごいね万能だなって思ってます。この間のねプレゼント企画にもね参加してくれてありがとうございました。なんかね続々あのサンプルか届いてるよとか、あと本品が当選した方も連絡をいただいてるので、使っていただいてねすごいやっぱいいですねっていう風に言っていただくと紹介してよかったなって思います。協力してくれたシェルクルールさんも改めてありがとうございます。はい、爆速でお送りしましたが、いかがだったでしょうか今日の、コスメ大掃除化粧下地編。この商品たちにさよならを告げたいと思います。うん、化粧下地はやっぱり毎回毎日使うものだから、そこまでねそこまで溜まっているっていう感じは、うん、ないですね。うん、ないんだけれども、やっぱりその中でも、うん、と肌に合わなくなってきてしまったものとかってあるじゃない。なんかやっぱり私たちの肌ってさ、日々あの年齢を重ねると一緒でこう日々変化していっていて、あのちょっと前まで合っていたものが合わなくなってしまったとか、そういうこととね全然あるからさ、うん、なので合わないものはもう使えないので処分したいなっていうふうに思います。あと何の大掃除やってないかな。あれか、セッティングミスト。そろそろね、化粧崩れとか化粧直しとか気になってくる季節じゃないかなと思うので、じゃあそちら辺を断捨離しながら話したりしようかな。うん、セッティングミスト編行こうとも思っております。楽しみにお待ちください。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。何か皆さんの参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。